うちも出撃したんやけどな。よし、今日も暴れまくるのだ。出撃の暴れさせてもらうで。本気でかかってこないと止められないぞい。行くぞい。この任務は収集が目的よ。地図を見つけて爆弾を探し出すわよ。取りたいの？
剥ぎ取りたいの？残り5分、もう時間がないわね。急ぎなさい。目標あと3つよ。あと2つよ。爆弾の隠し場所が分かったわ。ミニマップを見て。ターゲットの収集を確認したわ。任務成功よ。うにゃ、もう終わりなのか。物足りないのだ。あんたはやればできる。まあまあ出たかな。剥ぎ取られる前に少しは部品の足し。
も元気なバレットガールズや、うちも出、今日も元気なバ、高校と萌え、出撃の出撃するで。私が守りきらなくちゃいけないんだよね。緊張してきた。任せて。この任務はターゲットの撃破が目的です。味方を守り、敵リーダーをすべて撃破。チェンジ。見ちゃダメだよ。
敵リーダーの撃破するぞ。チェンジ！
中途半端な成績やな。この少しは部品の足し。うちも出撃したんやけどな。出撃の準備、出撃するで。ふにゅー、この武器すごく重たいんだよ。行くよ。こっち。この任務は敵の全滅が目的だ。すべての敵を撃破するんだ。の敵に注意するんだ。チェンジ。すみません。
戦車の登場だ。戦車を破壊するんだ。うちも出撃したんや。え？お菓子、お菓子がないよ。出撃の準備ができたよ。出撃する。ふにゅー、この武器すごく重たいんだよ。この任務は敵の全滅が目的だ。すべての敵を撃破するんだ。
ところの敵に注意するんだ。
やつの時間だよ。敵リーダーを撃破するんだ。他の2つの会員任務にもマイさんはいなかったって。
ということはコード任務の領地ということになりますね。今回のコード任務で出撃してくるのはこの絵姉妹だね。もし二人が同時に出撃してきたら手強いかも。どう攻略するかしっかり作戦を練らないとね。あやちゃんにお願いがあります。私にアタッカーを任せてもらえますか？ん？アタッカーを？この絵姉妹の二人は私の救出作戦という一心でこの模擬戦を頑張っています。私はそれに応えたいんです。でも私は三崎森学園の生徒。夏季合宿でのあの出来事の後、正式に受け入れてくれた皆さんの思いは今も忘れていません。この絵姉妹は今は対戦相手です。気持ちは嬉しいですが、それと模擬戦は別の話。私もユリナちゃんのことを大事に思ってる一人だから、あの二人の気持ちもすごくわかる。あやちゃん、まだまだ不慣れだけど全力でサポーターをさせてもらうね。ありがとうございます。サポーターよろしくお願いします。元気なバレットガールズや。出撃も、出撃の出撃するで。お二人で料理の女神救出大作戦、嬉しいです。でも私はこの任務を成功させないといけないんです。タスミたちが与えられた最後のチャンスです。全力で行かせてもらいます。任務が成功できなかったら約束は守ってよね。この模擬戦でも綺麗に料理してあげます。行きます。この任務はターゲットだよ。お前たちの大事な武装はワンダムは返さないよ。コンビネーションで見せてあげます。全ての鉄砲を撃破しよう。取られます、取られます。チェンジ。ダメだってば。取りたいの？
敵に進めるようになったよ。こちらでお姉ちゃんの刺激なんです。チェンジ、まだまだ楽しませてください。
に進めるようになったよ。Thank you.
本番はこれからだよ。
けっ売却時の冷たいメス。これで料理の女神救出大作戦は終了ですね。お気持ちはしっかり受け取らせていただきました。隊長に新しい領地を任せてもらえるようにお願いしてくる。ちょっと、なんでかすみがいるんだよ。されるのは姉である私だけでいいだろう。そうだよ。なんで私まで尋問特訓されなくちゃいけないの。聞いていませんか。この模擬戦からルールが追加されたんです。二人のバレットガールズがアタッカーの場合は連帯責任を負うという恐ろしいルールです。なんだよそれ、恐ろしすぎだよ。二人での尋問特訓なんて部活でもやったことないです。岬森学園でも初めての試みだそうです。また一つ初めてなことを体験するよ。何も心配する必要はないぞ。なんだよその自信満々な顔は。予行練習は問題なく終わっている。私たち岬森学園レンジャー部に抜かりはない。予行練習？一体誰を相手に予行練習したんだよ。それは学園機密だな。そうだよなレミ、月夜。もしかしてなのかな。二人仲良く尋問特訓されちゃおうよ。お姉ちゃんと姫もこの距離は恥ずかしい。栄養満点です。冷たいです。出ないでください。続けてほしいです。もう少し優しくしていいです。続けてほしいです。
いいよ。わあ、これで大丈夫ね。尋問特訓のエンプレスのあれを耐え切っていたとは、さすがマイマイなのだ。うにゅー、さっきだったら泣いちゃったかもしれないよ。さて、残る問題はあの二人ね。約束した動きをしてくれないんだよ。あんな動きをされちゃ対応できないよ。状況は常に変化するの。柔軟に対応する努力もしてよ。もうジェミニイリュージョンは封印だ。封印。いいよ、もう二度と使わないから。ちょっと姉妹喧嘩なら帰ってやりなさいよね。二人とも落ち着くのだ。お菓子を食べて仲直りしなよ。困りました。どうしましょう。忙しいから後にしてよ。してよ。エルダ学院には料理部の臨時料理長として遊びに行けることになりました。え？ということは、毎月手料理をご馳走させていただきます。嘘だったら怒っちゃうよ。本当です。嘘ではありません。やったー、ユリナの手料理が食べられるんだ。肉料理のメニューを考えないと。かすみも魚料理のメニューをたくさん考えておかないと。かすみ、たくさんお腹が空くように部活を頑張らないとな。ジェミニーイリュージョンも強化していかないと。帰ったらすぐに会議です。この仲直りの速さは何なのよ。
勝利の女神の力は偉大なのだ。ユリナの手料理はみんなを幸せにするんだよ。模擬戦も残りわずかとなってしまった。決断をしなくてはいけないのか。決断の時期が迫っているわね。最終決断はこの模擬戦が終わった時だったな。舞部長、アキさん、あなたはバレットガールズとしての実力だけではなく、学力、統率力などあらゆる分野で日本でもトップクラス。それもまだ2年生で、どの学校も魅力的に思うのは当然よね。メイカさんの旧友が顧問を務める世界トップクラスのハイスクールからのスカウトか。羨ましいな。私にも来ないかしらね。舞はやや厳しさに欠けるからな。ま、それがいいんだけど。国内からであればここまで迷わなかったのですが、海外からの誘いとなると簡単には。バレットガールズの道を極めたい気持ちは十分理解しているつもりよ。だから後悔のない決断をしてほしいわ。次期部長候補の筆頭なんだけどな。しょうがないか。最後のコード任務が終わったら決断します。わかったわ、待ってる。いよいよここが奪還する最後の領地ね。ついにここまで来たわ。エルダ学院レンジャー部か。ここまで強敵だったとは思わなかったぜ。もっと早く全ての任務を成功できると思っていましたが、規約の期間ギリギリとなりました。ここまで強くするなんて、さすがマイマイのライバルだね。歴代の先輩方も一度も負けたことがない相手だから、私たちも絶対に負けるわけにはいかないわ。一等駆逐艦島風の参戦は間違いないのだ。はい、それも完全体だと思います。アキさんには悪いですが、状況によっては破壊させていただきますね。戦利品としていただく申請は却下されたから、ド派手に破壊しちゃおうぜ。さて、誰が統括しているのかしらね。この模擬戦で一度前に負けてるからな、千春だと思うぜ。同意です。一番可能性が高いですね。ジェリーちゃんはサキと仲良くなったから出撃してこないと思うよ。この絵姉妹はさっき戦ったばかりだから連戦はないわね。ミウだったらもう一度話をしてもらうチャンスがあるのだが。アヤちゃんは誰だと思いますか。多分あの子だと思います。これが
常に全国トップクラスに君臨する三崎森学園レンジャー部の実力か。歴代の先輩方も一度も勝ったことがない相手。明日美たちもここまでかな。制圧した最後の領地を守りきれば私たちの勝利です。皆さん諦めないでいきましょう。隊長、そろそろ出撃の時間ですが。もう少し待て。間に合ったか。お待たせしました。冴島ラン、ただいま帰還しました。ラン、待っていました。修行の成果は？バッチリ見せてやるぜ。ファンタスティック、それは楽しみです。ラン、最後の全任務の構築を任せる。スーパーモビーも思う存分活躍させてやってくれ。序盤での屈辱を果たしてきなさい。私たちの仇もお願いするよ。お願いします。何かサポートできることがあれば遠慮なく言ってください。みんなの気持ちはしっかり受け取ったぜ。冴島ランの全力を出し切ってやる。元気なバレットガールズや